現時元年6月5日夜8時、近藤勇は会津兵の到着を待っていました。しかし新選組以外集合時間になっても現れません。一体なぜ会津藩は来なかったのでしょうか。少し時を戻しましょう。6月5日昼過ぎ、古高の自白を受けた新選組は京都守護職である会津藩に出兵の要請を出し、その日のうちに長州人を京都から殲滅する計画を立てます。それは会津が二条から南下し、新選組が四条から北上して探索を続けながら三条で合流するというローラー作戦でした。新選組は午後になり、各自屯所から待機場所の八坂神社前祇園町会所に集まり、会津藩と約束した午後8時の出動を待ちます。一方会津藩は急報を受け、すぐさま片森に確認。その後一橋家と桑名藩に応援要請します。するとそのご家臣より、ただいま桑名様大砲を引き千本通りを下り候という報告が入りました。桑名藩は新選組が考えていた市中探索ではなく、大砲を取り出しまるで戦のような準備を整えていたのです。それを受け会津では、ここで出ていくと長州と全面戦争になるかもしれないと出兵を危険視する意見もあり大混乱。意見がまとまらず集合時間には間に合いませんでした。そのような内情を知らず待ちくたびれた近藤勇はついに動き出します。新選組は単独での探索を決行、二手に分かれます。近藤隊10人は鴨川西岸、土方隊24人は東岸を探索することにしました。両隊は北上しながら進み、午後10時ごろ近藤隊が池田屋に到着します。ここからは長倉の証言を借りましょう。近藤勇、沖田総司、長倉新八、藤堂平助は表口より入る。そこにあった鉄砲などの武器を縄で縛って押収した。池田屋の主人を呼び、今宵御用改めであるぞと告げると、主人大いに驚いて2階に走り、後に続くと長州の志士20名ほどが皆抜刀。そこで近藤が、御用改めである、手向かいいたす者は容赦なく切り捨てると大声で一喝。一同は恐れをのぞき後へ下がった。近藤は長倉、藤堂を1階に待機させ、沖田と共に2階へ上がります。そして近藤の大声で一瞬にして緊張が走りました。新選組のいきなりの突入に志士たちは手元の調子や膳などを投げて抵抗。安堵の火が消え、暗闇の中に出るもの、向かってくるものなどで池田屋はパニックに陥ります。1階に逃げる者も多数いたため、2階を沖田に任せ、近藤も駆け下りていきました。その後沖田と藤堂が戦線離脱、残った近藤と長倉はそれぞれに戦い、長倉は何とか危ない場面があったといいます。しかし近藤を助ける余裕もなく、左手を負傷しながらも自力で切り抜けました。近藤は常に勇ましく、戦いの中でえ、おうという甲高い気合い声が腹の底に響いて頼もしく、戦意を奮い立たされたと大使が後に語っています。戦闘は1時間ほど続き、長倉も苦戦していた。まさにその時、土方隊が駆けつけました。土方は引き続き屋内を近藤に任せ、出口に正体を配置、老士たちをなるべく生き取るように方針を変えます。その時の奮闘を近藤は手紙にこう書いています。長倉の刀は折れ、沖田の刀は帽子折れ、藤堂の刀は歯切れ刺さらのごとく、下節の刀は
虎徹ゆえに無事にござ候。ここで池田屋深掘りポイント。近藤勇が池田屋事件の3日後に故郷に宛てて送った手紙の中には、打ち取り7人、手負い4人、召し取り23人とありますが、これは事件翌日に行った残党狩りを含めての数でした。その日、池田屋にいた獅子の半数以上は脱走しているので、実際に向かってきたものは10人ぐらいだったと思われます。そして近年、池田屋の死者は5人だったという資料が有力視されています。また暗闇での戦闘だったため、近藤も長倉も相手は長州人と記憶していましたが、実際は長州、土佐、肥後などの藩士たちでした。獅子たちは皆それぞれに飲んでいて、古高の心配や他愛のない話をしていたそうなので、小刀を持っていなかった者もいたそうです。池田屋での死闘が終わった後、後から駆けつけた会津桑名藩兵とともに市中探索を続行し、残党狩りに当たりました。それは翌朝8時頃まで続き、長州の殲滅に躍起になったといいます。その後、敵の血を浴びたまま誇らしく豚舎に凱旋、まさに新選組の絶頂期を迎えました。池田屋編いかがだったでしょうか。少しでもこの動画を面白いと思ってくださった方は、いいねボタンとチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。